ークネスアイドルレボリューション。はい、どうもこんにちは、サルウィンです。トラドルの実況をしていきたいと思います。実況、まあ実況っていうのはまああれです、お約束という感じで、はい、あれ出ないようにしてもよかったかも。というわけで前回の続き7からですね。7じゃなかった、7が終わったので、ララ7が終わったので次ももですね。はい、来た。で、7でちょっと聞けないボイスがあったんだけど、それもう一回で確認していい？さっき実はエラーだったとか、お仕事始め。あ、聞こえないっすね。私にだけ聞こえてないのかもしれないけど、掛け声。聞こえないっすね。はい。じゃあ、もう行きまーす。あれ？ああ、そういうこと？あ、お腹鳴ってる。ねえ、待機。たまにはのんびりするのもいいですね。植物のお世話でもしてこようかしら。うん、初回ログイン。本日もよろしくお願いします。どんなお仕事も頑張りますよ。いいね、長時間プレイ。お体を大切にしてくださいね。何かあったら困ってしまいます。うん、困ってくれ。連続タッチ連続タッチ、かっこてる。恥ずかしいですよ。もう恥ずかしいですよ。もう恥ずかしいですよ。怒り。いい加減にしてください。そろそろ怒りますよ。させん。これは一回でいいかな。雑談一。アイドルになれるなんて思ってもみませんでした。私は植物の声が聞けるんです。心を通わせてみると、どの子もとっても素敵ですよ。トゥリ。皆さんがアイドルにふさわしいオーラを身にまとえば、私の計画も、いえ、何でもありません。こんなんあったかな。フォー。ライブを重ねるたびに成長を感じるんです。ファイブ。小さい頃からお姉様は発明品を作るのが得意だったんです。植物を呼び出す時に使うデダイアルもお姉様が作ってくださったんですよ。6。アイドルがこんなに素晴らしい仕事だとは思っていませんでした。7。私、アイドルとして少しは成長できましたか？いつか宇宙一のアイドルになってみせますよ。ファイト。朝。おはようございます。まだ眠いようですね。お疲れ様です。調子はいかがですか？昼ね。夜。こんばんは。夜も更けてきましたが、私はまだまだ元気です。ミッドナイト。夜遅くまでありがとうございます。眠くありませんか？あまり無理しないでくださいね。この下まで行っちゃうとこうなのね。いや、21までね、基本ね。覚えた。キャラの誕生日。あら、私の誕生日をお祝いしてくださるんですか？ありがとうございます。毎日お忙しいのに私のことを考えてくださったのがとても嬉しいです。アイドルとしても大人の魅力をもっとアピールすべきかしら。こんな風に。冗談ですよ。やるじゃない、ニコ。でもね、なんかもう祝ったらナナも祝わなきゃいかんよなみたいな感じだね。プレイヤーの誕生日。お誕生日おめでとうございます。一年に一度の特別な日をお祝いできて嬉しいです。今日から始まる新しい一年が幸せなものとなりますように。もちろん私も全力でお手伝いしますよ。宇宙一のアイドルグループになる夢、一緒に叶えましょうね。おいよ、予告。今度アイドルレボリューションが開催されるようですよ。トップアイドルになるための重要な一歩ですね。開催。アイドルレボリューションが開催中です。一緒に頑張りましょうね。化粧戦。ついにアイドルレボリューションの最終戦が始まりました。この勝負負けるわけにいきませんわ。みなぎる。
セッション勝利。これでまたトップアイドルに近づきましたね。敗北。私の力不足です。うむ、自己紹介。モモベリア・デビルークと申します。デビルーク星の第三王女ララお姉様とナナの妹と言った方が分かりやすいかしら。好きなものは植物とあとは秘密です。なんだと。ユニット選択ありがとうございます。活躍をお約束しますよ。うん、さあ問題はここですね。ナナはなかったところです。あ、ない。あれ、ララはあったよね。掛け声もないのか。なるほど、ここはないんだ。使用かな。ライブ開始。行きましょう。これはある。ゲームタイトル、トラブルダークネスアイドルレボリューション。聞き慣れてるね。オフ。着実にお仕事をこなしていきましょうね。ゲッチャ。あら、なかなかそそられますね。リッスン、レッスンお願いします。でライブに臨むメンバーを決めましょう。イルミン、どんなユニットがお好みかしら。プロダクション、他のプロデューサーさんと力を合わせましょう。ん、なんか今ちょっと重かった。他のプロデューサーさんと力を合わせましょう。うん、ミッション、日々の目標をクリアすることもアイドルの成長には欠かせないことです。プロフィール、秘密を教えてください。え、秘密を教えてください。それはちょっとキャル、メンバーの様子がわかります。アイテム、アイテムを確認できます。アーバン、いろいろな思い出がありますね。ギフト、素敵なギフトは届いているかしら。ショップ、お買い物されますか。なるほどね。ってことはちょっと待ってね、お仕事を始めて掛け声ララにはあった気がすんだけどね。あれ、あれ、あれ、ない。あれあれ、撮った時あった気がすんだけどな。ここへ、なんか、そう、なんか怖い、ホラーだ。ちょっと後で聞き返してみようか。というわけで、じゃあ今回はモモでした。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。